食べざりがまたまた潜入調査。松竹芸能が始めた声優アカデミーって実際どうなんだ。どうなんだ。はい、ということでございまして、はい、どうもアメリカザリガニです。はい、よろしくお願いします。ザリガニザリガニ。はい、ということで、今回ですね、あのアカデミーの内情を詳しく知る、4人を誰や私ね、呼んでおりますんで。誰や、先生かな。早速呼んでも大丈夫ですか。はい、どうぞ。この方々です、どうぞ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。何や、おはようございます。これ4人の四天王ですか。違うやろ、そんな。そんな言い方したら緊張するから四天王ってお前、うちの声優アカデミーはなんか倒さなあかんのか、他を。まあ、講師4しか残られへん。講師はハンさんから一人ずつ倒していかなかった。おかしいよ、日本の財産やぞ、置いとけ。そんな、すいません。あの、まあ、言うてたら1期生の皆さんですね。そうです。なるほど、はい、分かりました。じゃあちょいと、皆さん順に自己紹介お願いしますよ。1期生の愛坂舞と申します。よろしくお願いします。はい、愛坂舞。1期生の田村希子と申します。よろしくお願いします。お願いします。そして1期生の花岡芽衣香と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。以上のメンバーで。やめたれよ。嬉しそうな、嬉しそうな、おい、吉田、嬉しそうな顔したの。これか。美味しいですね。そうですね、今で言うと美味しいパターンですね。はい、すいません。俺もすごい早い段階で止めてしまった。吉田のおいおいおいを待てなかった俺は。ごめんね吉田。救っていきましょう。はい、はい、じゃあ最後にこの方です。1期生の吉田海と申します。よろしくお願いします。いや、みんなやっぱりいい声してますね、さすが。ねえ、元気で、はつらつです。はい、あということでございまして、じゃあちょっと一人一人ね、この後ちょっとじっくりとお話聞いていきましょう。お願いいたします。お願いします。お願いします。吉田、遅いぞ。失礼いたしました。それはもう店員さんやん。じゃあちょっとね、いろいろお話聞いていきたいんですけども、はい、まずはね、そのアカデミーでこのね、いろいろ学んでいただいていると思いますけども、その感想をちょっとね、順に聞いていきましょう。うん、愛坂さん、いかがですか。そうですね、私は仕事しながらアカデミーに通ってるんですけれども、うん、アカデミーって土日で授業があるんですね、うん、で、その土日も使うので、まあ、1週間フルに動いてるので、うん、本当に時間が一瞬で過ぎていきました。あ、いいなぁ、充実してるなぁ。もう休みいらんからね。ちょっと欲しいかな。本当ね、気持ちはね、はい、でも本当になんか、うん、いつもというか今までの人生の中で一番充実してると思います。いや、そうですよ。だってこんな経験もう一回しろって言ってもできなかったりもしますからね。働いててやっぱり大変でしょ。大変ですね。ヘトヘトでしょ。ヘトヘトなんですけれども、うん、その仕事で得た知識を実は声優に活かせたりとか、うん、逆にレッスンで学んだことを仕事に活かせたりして、相乗効果がこうどん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 できていくなっていうのはこの1年というか半年ぐらいで学びました。いいですね。前向きで素晴らしいね。いや、素敵でございます。今しかできませんからね。そういうことね、この年齢できないですから。いや、いい。はい、花岡さんはいかがですか。はい、花岡はですね、うん、やっぱり半年松竹芸能声優アカデミーに通ってですね、うん、準備力の準備の大切さっていうのをやはり学ばさせていただきましたね。うん、なるほど、準備やっぱりね、はい、若い頃はそういう大切さなかなか気づきませんからね。うん、準備、どういう時の準備なの。そうですね、授業が土日にあるんですけど、うん、やはり何も調べずにそのまま行くよりも何かを調べてちゃんとアクセントとかもあるんですね。あるんですよ。アクセントとかをちゃんと調べてから行った方がその相手に失礼ではない、教えていただいてるのに失礼がないようにやっぱり準備を大切にしていかないといけないなって。すげー準備してるね。思います。あ、そう、俺そんな思ったことなかった今まで。そうね、一回も。教えていただいている方に失礼のないように準備をしたいと心がけております。お前の言い方やったら武士やから。田村さん、いかがですか。はい、私は何だろう、一言で言っちゃうと申し訳ないんですけど、うん、すごく楽しくやらせてもらってるなって感じていて、うん、自分が学校生活も
その通信制なのでちょこちょこしか行くことはできないんですけど、うん、あの自分の中でぼーっと生きてちゃいけないなとか思ったり、そう考えることがすごく楽しいなって思うことが、うん、このアカデミーに通ってて増えてきたのがすごい嬉しくって楽しい感じです。ね、ね、うん、まあ、なかなかこうね、何も考えずに時間がね、うん、だらだらと過ごしてしまいがちな部分ありますけども、これ一個ね、西洋アカデミーとかいうのがあることで、いや、そうですよ、充実感を得られてるっていうのはいいじゃないですか。学校行ってんの？俺ずっとコスチュームやと思ってた。あ、現役です。ここでバリバリコスプレされてもらさっき綾坂さんがおっしゃってくださったように、うん、その仕事で、うん、そのアカデミーに行かせることもあるのも同じように、私も学校で例えば世界史とか日本史の授業で出てきたことが、あ、こういうのなんだって、そう、なんか演技とかにもつなげたりすることができるので、ね、作品とかにも実はね、はい、いろいろ関係してくるからね。そうですね、時代とかも、そう、関係とかも、今その今自分が授業で勉強してることを、うん、あの役立てて、うん、こう演技も考えることができるので、うん、なんか学校も楽しくなってきた感じです。なんていうこと言うんやろ。いや、最高、あんた素晴らしい。学んでるね。アカデミーに来たからこそ。そう、そうよね。ね、気づく気づかへんで大きく違うからね。そうですよ。一番楽しみにしてるのは親御さんですからね。どんどん大きくなってもらえ。じゃあちょっと最後、吉田君、いかがでしたか。はい、うん、授業一つ一つがとても手厚くなってるなと思ってまして、例えば今アフレコの授業なんかやってるんですけれども、うん、絵を見て声を当てたもの、録音していただいたものを後日あの送っていただいたりとかしまして、うん、結果それがその花岡さんが先ほどおっしゃっていた次の授業に向けての準備にもつなげられるので、うん、そういったところであの自分でもどこが悪かったのか自覚できるようにしていただいてるのはとてもありがたいなと思います。素晴らしい、ね、今相談してもらえるやん。いや、だからすごいよ、もうめちゃくちゃありがたいよ。もうそうか、もうね、僕らも収録のたんびにへこむんですよ、うん、結局もうアニメになってテレビで見た時に、うん、何この距離感とか、あります、ね、ここもうちょっとアクセント強めかとか、ね、あるね、結構ね、バタバタしてる中で皆さん収録するんで、うん、本当にプロの方もそれはよく言うよね、うん、ここ、そこ、あそこ、うん、どこで全部ね、距離感変わりますから、声の仕方。またね、難しいことで、この現場行ったら、うん、監督さんによって作ってくんなっていうね、あの現場もあるんですよ、うん、むずいわ、勝手にお前のイメージで作ってくんなっていう現場もあったり、うわむずいわ、そう、ちゃんと作ってきてくださいっていう現場もあったりしますからね。俺、恵まれてるわ。そうよ、芸人やからさ。あ、平井さん、あの大丈夫です、何でもって言われる。すごい安心なの。俺に関しては1種類しかできんから、お願いしますって大丈夫です、基本的に。基本的に1種類だって。でもやっぱプロの方々ってすごいシビア、はい、そこはね、もちろん演者さんも監督さんもすごいシビアの中でやってるのは、うん、あのまあまあ楽しく作品をしようっていう思いからなんでしょうね、うん、まあでもその現場の、ね、うん、講師の先生方がそのね、まあ、当然いろんな先生おられると思いますけど、バリバリ声優業やってこられた先生がそういうね、現場の空気とかこういうもんだよって教えてもらえるっていうのはでかいかもしれないですね。だからハンさんとかの話聞けるのありがたい、うん、いやー、すごいことよ。もうずっとやから、もう今の声優のお仕事と昔の声優のお仕事を知ってるから、うん、めちゃくちゃ楽かも。そうだね、気持ち的にめちゃめちゃいいよ。まあ、ちょっと質問ですけど、うん、どんな作品に出たいとか、なんかそういうのありますか？そうね、うん、どうですか？何でもいいですよ、相坂さん。そうですね、うん、私はゲームが好きなので、うん、今、アイドルもののゲームとか流行ってるじゃないですか。流行ってる。それに出たいのと、あの一番出たいのはロボットアニメです。あら、ロボットアニメか。大好きです、血液です、うん、あら、もう必殺技を叫ぶ人になりたいなと思っております。あ、叫べそう。だからちょっと男の子のキャラクターみたいなことを思ってことかな。そうですね、男の子も今だったらもう女の子も全然叫んでるので、うん、どっちでもできるような作品に出たいなと思っております。平井さんもね、ロボットアニメ好きやから。はい、僕はもうやっぱトマホークブーメランで叫びたかったな。まあ昔のね。急にそこ来る。結構昔、結構昔なんですよ。僕もまだ生まれてるかどうか定かではないですけど。真岡さん何かありますか、こんな作品出たい、うん、私はですね、その愛坂さんとも同じなんですけど、ロボットアニメが
すごく好きで、なるほど、コックピットに乗りたいってあの幼稚園生の頃からずっと思ってたんです。こうやって弾きたいって思いながら生きていて、はいはい、そのロボットに乗って戦いたいっていうのが私のまず心臓ですね。すごい、血液と心臓って分かりました。臓器か。でも捧げる感じやめなさい。それロボット乗らへんよ。ロボットみたいなやつとは戦うけど心臓で、そしてあのホラー映画とかも大好きなので、その吹き替えとか。なるほど、はい、そうやね、はい、あのまあ、アニメーションだけじゃなくて、うん、映画の吹き替えっていうのもね、はい、うん、声優さんのお仕事でありますから、ぜひ、ね、乗ってもらいたいな。乗ることによって彼女も成長するんでしょうね最初はもう全然操作できへんねんけど覚醒するやろな途中で、うん、そ, そ, う そ, ういうそういうキャラならね、うん、そういうキャラならね、そういうキャラじゃない、そういうキャラですね。ねえ、はい、こんなキャラあるから、相坂さんが引っ張っていくわけよ。そう、相坂さんがいいのね。いるいる、先輩にいるのね。もう一機の方には乗ってるよ。あ、なるほどなるほど、うん、もうでも新人で、そう、やっぱ不安やから、はいはいはい、途中で死ぬやつじゃないですかやぶさかではないよ美味しいキャラクター。ちょっと待って、うん、勝手にアニメを作るんだ勝手にアニメを作るな。いや、穴開いて飛んでいってやる。宇宙空間にな。そんな話もあるけど。まあね。あーみたいなね。そう、メガネだけあるみたいな。さあ、田村さんはいかがですか。何がいい？私は、なんだろう、やっぱり何でもやりたいですね。なんだろう、その声優さんのお仕事って、うん、いろんな作品のキャラクターになれるお仕事じゃないですか。そうだね。だから、魔法も使いたいし、うん、いろんな人もなんかパンチをしたいし、パンチしたい、殴りたい、うん、なるほど、戦いたい、そうだからいろんな作品になっていろんなキャラクターになれたらいいなと思ってます。いや、素晴らしいですね。まあ、いろんなタイプの声優さんおられますから。いやでもね、うん、女性陣がみんな言ってるのはね、熱い魂の話をされてるのがね、僕らはね本当にありがたい。そうね、うん、情熱をね叩きつける感じ、嬉しいな。うん、でも確かにね、いろんなその何て言う、うん、あの、まあ、特に女性の方はそうやけど、ちっちゃい男の子やったり、うん、ちっちゃい女の子やったり、ね、まあ、女性 ね, ね、やったりとか、うんうん、もう言うたら動物やったりとか妖精やったりとか、うん、ね、いろいろあるからなあ、うん、柳谷さんがもうほんまオウムとか、そうですね、スズメとか、はい、人間の役やれやなんか、ね、ちなみにね、はい、そう、彼女があの今回あのテレビ東京さん、テレビ大阪さんで放送している、うん、トミカ絆合体アースグランナー の, あの声の出演を今回ということになりましたんで。田村さんなの、はい、はい、私です。すごいやん、あれでもセリフもあるもんね。あります、役名もね。何の役なの、ちなみに。獣医学生と、うん、あと女子大生です。いや、もうそんなとこでやってんねや。小竹芸能声優アカデミーから来ました、うん、田村紀子ですと。そうそう、はい、いや、そうや、他に演者さんおったら緊張するねあ、でも多分ね、別、うん、別やと思う、はい、あ、まあまあ、まあ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 、でももしかしたらね、順番的にはその主役の人が出たりするかもしれないから。そうやね、これから緊張していくと思いますけどぜひ頑張ってください最後吉田君、こんだけ時間あったよ、はい、僕はやっぱりあの愛坂さんもおっしゃってたんですけど、うん、僕もゲームは結構好きで、うん、特にあの龍が如くとかは好きなので、そう、あのヤクザとかマフィアとかの幹部みたいな役をやってみたいなっていうのはあります。なるほどね、凄みが必要や、龍が如く。あ、そんなん、あ、じゃあなんでね、イメージ的にちょっとドスの効いた、ね、声的には爽やかな可愛らしい声してるけど、もうグッとこうガナったりとか、うるるみたいなね、そんなのもやっていきたいと、はい、いいですね。まあやっぱこう大きいからね、うん、体が大きい声で聞かせるんじゃないですか、うん、うん、出ていただきたいな。まあ、最近はもう売れ幅に広まりましたからね、昔はもうアニメか映画の吹き替えしかなかったけど、うん、最近はこうゲームとかで、さらにスマホのゲームもいっぱい出てきて、うん、うん、全部にね声当てれるようになってきましたから。すごいよね、うん、家建つって瞬時に何を言ってんの。いや、使わへんやろな。いや、瞬時には家建たへんやろ。ゲームで聞いて、うん、そう、まあまあ、そう、あるよ、それゲームの、アフレコの、うん、種類によってはね、引くで、うん、金額、うん、いや、ちょっとね、またまたいろいろあのお話聞きたいとこあるんですけども、めちゃくちゃ聞きたいよ、うん、まあ、最後にちょっと今後の目標なんかを
そうね。ね、うん、聞いていきましょう。うん、じゃあ相坂さんお願いしていいですか。はい。今後の目標もちろんその家を建てたいっていうのもあるんですけど。ほら、ありがとうございます。もう影響受け取るかな。親御さんのためにもね。マンションの権利書とか欲しいんですけど。やめとけ。話は。でも、うん、あの私漫画を描いてて、うんうん、で、あの。ちょっと商業とかでも、うん、ほんのちょこっとだけなんですけど、はいはい、掲載させていただいたりとかしているので、うん、絵もできるね。そうありがたいことにさせていただいてるので、で自分で描いたものをアニメ化させて自分で当てたいっていうのが今後の目標です、うん、おお、いいんじゃないですか。まあそうね、うん、声優として漫画家として両立されてる方ってなかなかいないからね、うん、当然その漫画家さんがねそうですね、であのアニメで声を当てるっていうのは何度か私も見たことありますけど、全部一人でね、はい、ワンオペや、もう言うたらこれからの時代可能やからね。そうやね、彼女がだから秒間何フレームか絵描いてしまえばもうアニメになりますから。あ、今そんな時代なんですね、うん、ただね、うん、何年かかるやろ。じゃあ花子さんは、はい、これから夢どうなりたいかありますか。夢、そうですね、家も建てたいですし。そうだね、家はね、親前のせいで全員アホみたいになっとるよ。目標はそこっておかしい。何を言うてんの、アホか。僕のせいです、申し訳ない。大事、大事ね、そういう目標もね。お前だけ勝手にゾゾ言っとるやん。落ち着け。落ち着け。ですけど、やはりお仕事をいただけるように、デビューできるようになるまで自分を高めて行きたいなって思います。オーディション、私もアースグランナーのオーディションを受けさせていただいたんですけど、うん、やっぱりそのいただける方ってすごく素直であったり純粋であったり技術があったりするので、そこを自分がもっともっと高めていけるようになるまで自分を高めていきたいなって思います。すごいね。はい。高めていきたい。やばい、トムさん。さあ、トムさんいかがですか。あ、私も家も欲しいですし。やめとけ、もうそれルールちゃうねん。全部言わんねん。なんかマイホーム計画勝手に作っちゃって。そういう授業もしてんの。パターンはちゃんとやれみたいな。3回続けろみたいな。このまま行っちゃうとお笑いの方に行っちゃうからね。そうですよね。私が出た作品の声、うん、声っていうかそのキャラクターを見てもらって、そのキャラクターが誰かの原動力になれるような、うん、そんな今後の目標です。そういう声優さんになりたい。はい、そういう声優さんになりたいです。いや、素敵ですよね。まあ、ずっと残りますし。そうですね。漫画だと、ね、文字で心届くけどね。そうですね。声優さんは声で、そのね、意味を届けんとダメですからね、うん、声優さんによって伝わり方も違いますし、届き方も違いますから、頑張ってね、頑張ってもらいたい。数年後、ね、田村さんの若かりし頃の映像ですみたいな、パンとね。でこの作品が出て、あー、この頃はまだまだみたいなね、そんなこともあれば素晴らしいじゃないですか。そういうことになってきますからね。さあ、吉田君いかがですか。そうですね、家やマンションも欲しいですけど。もうええで、声張るな、そこ。やっぱり4はしんどい、4は言わへん方がええで。言わへんの3やねん、3やねん。柳原さん、1、2、3までは我慢できる。吉田君が覚えなきゃいけないことはそれじゃないの。4はいらんねん。かぶせは3まで覚えとけ。かぶせは3まで。4は言わないか違うこと言う。あ、それも言うか。今できることを精一杯全力で取り組んでいきたいなと思います。いや、素晴らしいな。今の段階でね、こういう役やりたいとかっていうね、贅沢言えるような立場じゃないからね。まあそうですね、まあ、とにかくポジションに行って、ね、役をもらって、ちょっとでも現場を経験する、うん、お仕事を経験するっていうことを重ねるがもう一番近道だもんね。そうやね。俺さ、すっごい一つだけ聞きたいことがあって、どんな雰囲気なのかなと思って、アカデミー自体がすごい和気あいあいとしてたら、すごい、あ、そうかなって行きやすくなるし、そこも大事かなと思ってて。小林さん、さっきおっしゃってましたけどね、ちょっと4月から用意どんでみんなで集まれることはなかったと思うけど、最近はちょっと集まれるようになってきたのに。どうなの、どうですか、雰囲気は。雰囲気、感じる雰囲気でやってて、最初はみんなカチカチしてて、こうそそくさと帰る人とか、あ、なるほどね、ゆっくり準備してる人とかいたりしたんですけど、今はなんだろう、私とメイカさんとかだと、メイカさんが喋りかけてくれて、それが嬉しくて、私がガガガって言ってしまったりとか。最初はみんな本当にシーンとしてるんですよ、あの教室の、新学期明けの教室みたいな。ですけど、だんだんやっぱり
みんなほぐれてくるんです、麺みたいに。なるほどね。ほぐれてきて、うん、あの誰かが声をかけるとみんなそれが連鎖していって、おー、今もう本当にハッピーライフになって。ハッピーライフ、それは何言ってんの。ほとんどタマホームやまたお家うまいなぁ、お家に戻しよったね。どうしたやるよな、あいつなの。あ、じゃあみんなハートフルな感じで和気あいあいとして、 その中でやはり切磋琢磨しています ね、 ね。みんなで高め合おうっていう雰囲気がこうちょっとずつできてきて、あ、頑張らなきゃなと思って。本当？はい。あのさ、女子に聞きたいんだけどさ、その中に吉田くんは入ってる？ちゃんと輪の中に。あれ、まあ、3割ぐらいそっか、女子そういうとこある。でも吉田くん結構シャイなんですよ。あ、そうな。あ、もう女性が少々怖いというか。何があってんそれは俺も思ってるけど怖いの、どこまで行っていいんだろうっていうのは。あ、そう、苦手なのね。なんか性別が違うって思っちゃうのかな。そうですね、うん、なんか普通に同性の友達と接してる要領で言ったら絶対惹かれるよね、これっていうレベルのものがあるかなって。あの割合はどうなの、男性と女性の割合。あ、それどっちが多いの。女性の方が多いです。何対何ぐらい。私たちのその、うん、竹クラスがまた。あ、クラスね。竹クラス、竹クラス、竹クラス、小竹の竹の竹、竹の子、竹クラスと松クラスがある。めっちゃ可愛いやまあベタな名前つけたな竹クラスと松クラスいきなり梅クラスあったらびっくりするそれはランク分けされてんの。いや、全然そういうじゃなくて、こう分けられる。いや、竹だけにドアホこの子、あいつなんか覚えんでええから覚えんでええから。あの、愛坂さんとはあの、なんだろう、 SNS を広めるグループがあって、うんうん、それであの松クラス、竹クラスも一緒になって、うん、こう SNS 活動を行う中でこう仲良くさせてもらったりしてます。うん、そこには吉田は。吉田さん、あ、僕はそもそもがあの SNS 自体ちょっとなんか、うん、まあ怖いじゃないですけどどうしたあいつ、あんななりしてめっちゃビック山から降りてきたどうしたの。あんましてないね、SNS はまだ。あの、警戒筋に越したことはないかなって。なるほどね、タイプね。そのタイプね。もう一個先におるねんな。もちろん、警戒レベルとかいろいろあると思う。あ、そのタイプね。まだ若いから、いろいろその自分の、まだ構築できてる部分あるんだよ。なるほどね。いや、まあだから吉田君とも仲良くしてあげてください。はい。女性の方が多いから。あ、そうですね。肩身狭いやんか、男性な。はい、あの、授業の時いつも隅っこの方にいます。なるほど。まあ、いっぱい、やっぱりね、せっかく同じ志を持った仲間がね、うん、いるわけやから、やっぱ意見交換とか、いろんな質問とか、こんな、例えばこんなアニメが面白いよとか、こんなアニメ勉強になるよとか、やりとりだけでも随分違うよ。吉田くんに対しての話じゃん、それ。仲良くしてあげて。はい。この途中からも吉田くんのセミナーになっちゃう。すんげえかわいそうな子みたいな。なあ、そうそう、大丈夫な。まあ、そんな吉田くんでも、楽しく勉強できてますね。あ、はい、大丈夫やね、はい、コミュニケーションの勉強も取ろう、うん、現場行ったらそういうわけはいかんからね。いやいや、ほんまにこんな感じであの和気あいあいとやらせていただいておりますんで。はい、はい、ということでございまして、皆さんどうも、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。